鈴木、出る喜びが爆発。命が危ない。素晴らしい笑顔。移籍した鈴木。現役ドラフトによって、中日からオリックスへの移籍が決まった、鈴木博士選手。本人はオリックスへの入団会見の場において、同学年の宗選手とは交流があります、と語り、新天地での飛躍を語った。さようなら鈴木。タッツも期待してたんだけどな。オリックスは投手王国だし援護も望めるよ。来年の1年間でチャンスをつかんでくれ。基本的に現役ドラフトの選手は、その年に活躍できなければ切られる立場にある。耐えろよ。ドラ1で期待してたんだけどな。強いチームに行って何か変わるといいんだけど。オリックス、打つ方は何とかします。中日を出ることで野球観も変わりそう。ドラ1っていう肩書きがあったことで、微妙な成績でも中日に残ることができた。結果を残してくれ。ポテンシャルは十分。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。